三突で十分感ある。良い意味は別に無突でも良くない？三突優先度高いのかな。テンプレベル1上げても、なんか弓矢のダメージが 3% 分ぐらいしか追加されないじゃんか。あ、変わるか。別に無突でもいい気がするんだよな、良い意味は。武器が大事だと思う。平井の名言を良い意味矢に持たせてることこそが一番優先されるべきな気がするな。良い意味は何突おすすめですか？無突でいいと思うよ。うん。結局、急増でダメバフがっつり稼げるしな。良い意味は1突とか2突結構強いとは思うんですけど。でもなんか、国勢ほどダメバフに飢えてるわけじゃないからね。良い意味は武器でダメバフがっつり稼げるから、2突効果もな。なんか、良い意味は2突効果ってめちゃくちゃ強いんだけどさ。良い意味はで、会心、炎ダメージで会心が発生するだけで、炎ダメージバフ 25% 入るっていう。ぶっちゃけめちゃくちゃ強い効果なんだけど、良い意味はってどうせ武器急増ダメバフ 80%。 平井の名言ダメバフ 80%。 あとは浜の弓か。浜の弓は重ねたら 64% ぐらい通常攻撃銃撃ダメバフだから、武器でダメバフがっつり稼げるキャラだから、まあ2突で 25% 上がってもう変わるけど、それに星53回引くのってどうなんっていう話があって、個人的には良い意味は無突が一番コスパいいのではないでしょうか。かな。星座は無理して回す必要ないと思う。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。またね。